ぞ。大丈夫だ、そんな体でしないよお前。貸してごらん。ふりゅー。ワンコロよ幸せになってくれよ。大学はあんなこと言ったけど本当に大丈夫だろうかな。大丈夫かな。ワンコロよ幸せになってくれよ。あら、生かしてるわ。この犬、君どうしたの。あ、振られたのね。いいわ、私が飼ってあげるから。君なかなかハンサムね。ランランラ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 ンランラまあそんなハンサムだなんてね、ちょっと失礼。AB および B 分の A の相対誤差の限界として AB の相対誤差の和を超えないとしてよい。この定理をさらに一般化すると3個以上の数の積および小についても同様の定理が成立する。おい、片付けろよ。俺ね、父ちゃんね、俺ガチャンチャリ気になっちゃったんだよ。早慶大学絶対入ってみせるぞ俺。ああ、結構ですね。そしたらやっぱりさ、猛勉強しなくちゃならないでしょ。そしたらやっぱり参考書などの3000円などいかがでしょう。ダメ、図書館で勉強しな。ごめんください。あ、父ちゃん、お客さんだ。俺やろうか。ああ、結構。品物売っても金が入らないからね、お前にやってもらうと。知ってやる。あ、いらっしゃいませ。毎度ありがとうございます。ブラウスでございますか。ええ。あ、おいくつぐらいの方で。私ですの。あ、あなた。それじゃこれはちょっと派手でございます。こんなのはいけません。やっぱりなんでございますね、お年柄このぐらいの地味なのがよろしゅうございましょう。いかが。ええ。じゃあまた。あの、ちょっとお待ちくださいませ。あの、ブラウスでございますか。あの、本日までお買い上げでございますと3割引きでございます。いかがでございます。もう一度奥の方どうぞ。いかがでございましょう、このブラウスなど。あ、これなどお嬢様にどうもピシャリでございますよ。だって今あの人派手すぎるって。あ、あの人、あの人全然ダメ、まるでダメなセンスが全然ないんですよ。あ、花の都はロンドン、パリ、赤いネオンの渋谷から70円のタクシーで着いたところが有楽町。どこで鳴るやらドドンパのリズムに乗って踏めれば白状そうな渡り鳥。イブモンタンも驚いた色というのがこの色でございますよ。そう、じゃあこれにしとくわ。あ、それでございますか。あ、君君、これをちゃんと丁寧にお勧めしてくれたな。あ、それからストッキングなどいかがでございましょう。これなどやっぱりおしゃれのポイントはお見やしから。そうね、じゃあ一足いただいておこうかしら。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、承知しました。あ、君、これも一緒にちゃんとお勧めしてね。それから2000円のお釣りを渡して。しっかりやで。お釣りじゃねえよ、2000円。おい、9、2000円も。あめろ。ズンタタッタ、ズンタタッタ、ズンタタッタズン。ズンタタッタ、ズンタタッタ、ズンタタッタズン。あ、聞いてくれ、聞いてくれ、話さなきゃいられねえんだ。素晴らしいんだ、素敵なのさ。丘の上の白いうちのあの子は素敵なんだ、17歳なのさ。それがなんだ、それがどうした、それがなんだよ。吐きいちゃいけないよ、僕はね、あ、僕は彼女が好きになったのさ。やっかはのやっかはのやっかはのは、やっかはのやっかはのやっかはのは。労働所の切符買って彼女に送ったのさ。もちろん隣へ僕が行く。帰りにお茶に誘って、全て OK さ。
ヤッハハのヤッハハのヤッハハのハ、ヤッハハのヤッハハのヤッハハのハ。聞いてくれ聞いてくれ、話さなきゃいられねえんだ、素晴らしいんだ素敵なのさ。丘の上のあの子の家へ、やむにやまれず手紙出したのさ。それでどうした、それで出した、返事は来たのか。聞いちゃいけないよあの子はね、前から僕のこと好きだったんだってさ。ハズンズタッタズンズタッタズンズタッタズンな、ハズンズタッタズンズタッタズンズタッタズン。冗談じゃねえ。申し訳ない。いらっしゃいませ。いや、メニューメニューかしこまりました。ちょいちょいいらっしゃるの？いや、まあ月に5、6回ってとこですね。お待ちしております。ありがとう。うん。悪いんですか？いえ、なんですか。いや、これね、少し安いもんばかりなんですよ。君、もっと高いものある、高いもの。ほら、いつものやつ、いつものやつ。あ、君、まだ新人だね。いや、ちょっとです。びっくりこたちくしょめ。入れたきゃ、なんとにも。これをまず払うでしょ。すと残りが締めて62円だよ。62円ってことは、あと12円しか残んないじゃないよ。これじゃとても塗りやしない。ダメだこれ。その二人とこ。こんばんは。何がこんばんだよこの野郎。今から帰ってきやがって。お父ちゃん、どうしたんだっけ。おめえ やられたのか。え、銀座から歩いてきてくたぶれちゃったんだよ。水ちょうだい。ああ、水ならちゃんと用意してあるよ。ありがとう父ちゃん、ありがとう。ほらよ、どうだ、もう一杯やるか。鳥よ歌え、花も咲け、人生はバラ色さ、地球は僕らのためにある。二人がで、誰かが言っていた、幸せの国の入り口はファンキーブルーな人形の印、小さな扉についてると。だけどだけど誰も知らない、見つけない。庶民的なんですね、本当に。いい感じ。